はい、こんにちは、コムさんです。LB のタイプ 1.5 の方ね、続きやっていきたいと思いますが、仮組白サフ、仮組ねしていこうと思ってます。で、今これね、このグリルの部分ね、グリルとこれフロントの部分、ここマスキングね、マスキングが出てこないで、言ってましたね。そうですね、マスキングしました。そしてこれをね、ドッキング、まあ刺していきますよね。ドッキングというかね、仮組ね。こっちがちょっと上がってんな、ここやな、はい、あ、映ってないですね。こんな感じね、カチンと入りました。これでまあカチンと言わないんですけどね、今なんでカチンって言ったのかな、なんか引っかかっとったのかな、はい、まあまあいいとしましょう。そしてそしてね、こんな感じね、映ってませんね、はい、すみません。テープがね、これちょっとマスキングテープのあれに付き合うとちょっとね、ちょっとやりにくくなってきましたね。よいしょ。そしてこっちもね、キュッとここでね、できるだけマスキングテープ噛んでる分がね、ちょっとどうかなとは思うんですが、キュッと入ってくれてるということを祈りますが、キュッとね、キュッと上キュッと入るだけじゃダメなんでね、下ここね、ここでくっついてる感じが一番フィットのとこなんでね、押さえといて、でここね、またね、デコポリで止めようかなと思ったんですけどね、バンパーの部分はね、やっぱりこのままはね、ここボディにつけるときはデコポリ使うか分かりませんけどね、この場合ね、とりあえずこうつきました。こっちが画面、もうちょっとこっち置きましょうか ね、 こうね、はい、でここを手元でね、はい、こういうことでやっていきたいと思います。そしてね、こうね、ここへねつけるときだけデコポリでまたつけようかなと思ってるんですけどね、映ってますかねしっかり映ってほしいですね。しっかり映しなさいということですね。これがもうちょっと上、こうかな、こうですね。そしてこのこっち側はここ合うんですよね、ドンピシャ合ってますよね。こっち問題のこっちですね、なんか合いが悪いような雰囲気が漂ってますがね、これは、キュッキュッと、キュッキュッとね、キュッキュッと入れときましょうね、ちゃんとね、はい、ね、ちゃんと入ったでしょうかね。そしてまあ仮組というかね、しっかり固定していくわけじゃないんでね、なんなんですけどもね、ちょっとだけ相悪いですね、ここね、フロントの部分、
こういうことですね。はい、このね、ダボがやっぱりちょっと長いのかな。これね、このダボ、これをちょっと削りましょうかね、多少ね。そしたらどうしましょうか。ちょっとずつ合わせていきましょうかね。なんかね、ちょっとなんかちょっと何でしょうか。あの、これが出にくかったんですなんかちょっと出にくいって言おう思ったらなんかちょっとで終わっちゃいましたね。これでね、これ600番のあれがあったんかな。あ、そうですね、600番の効果でありますね。これね、ヤスリでこれでこすっていくのかね。と言いながらもう擦り始めちゃいましたけどね、もうこれで行く方向ですね、コブさんね。よいしょよいしょよいしょ、こんな感じね。一応ね、回数管理をしてるんですよ。こうパフパフってするやつね、わあ飛びましたね。パフパフってするやつあったらね、いいですね。あるんですけどね、あの道具箱というかね、物置見に行けばあるんですが、こんな感じで。まだちょっと愛が悪いですね。もうちょいよね。ヤスリにしましょう。はい、ヤスリでいきます。これはダメだ、こっちでいこうか。ここね、ヤスリを動かすとね、手元ずれるんで、あのパーツの方をね、ゴシ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 ってね、まっすぐに、よいしょ、この方にかな、こっちもちょっとね、こんな感じじゃないでしょうかね。あまり行っちゃうとね、行き過ぎたらどうにもならないっていう感じになっちゃうんでね。はい、もうちょっとかな、もうちょっとかな。うん、もうちょっとですね。もうちょっと行きましょう。もうこんなもんですね。もう行き過ぎですよね、あんまり行くと。よし、こんな感じね。そしてもうちょいやね、もうちょい行った方が綺麗ですよね。こう
合いますけども、まあ、合うね。はいはいはい。これで合いますね。こんな感じです。はい。ちょっとだけね、ずれてるというよりかね、こう、どうやってやるのかな。これ以上ね、奥行くと、もうちょいけんのかな。もうちょい、あ、もうでももうこんなもんですね。これ以上奥行くとね、ここのね、ここのラインが合わないですよね。これでまあまあ、ここ止めて、フロント止めて、で、オーバーフェンダーつけて、どうかですよね。オーバーフェンダーつけるときにちょっと調整しましょうかね。もうちょっとね。こっちだけもうちょっと行ってもええ感じはするけどな。もうちょびっとだけね。もうちょびっとだけ行きますね、こっち。こんなもんですね。こんなもんでございます。あんまり行くとね、はい、えらいことになりますのでね。こんなもんでしょう。こうね、あ、とっとと。うん。こんなもんじゃないですかね。大体ラインも合ってますしね。あ、もうちょっといけるのかな。もうちょっとでね、結局なくなったりしてね。ダボね。笑い事じゃないですよね。まあってどこかな。うん、こんなもんやと思いますね。うん、ダメです。はい、これでいきたいと思います。そしてね、これはと一応ね、仮組っていうかね、ここの調整ね、できるのかどうか試しですね。で、あとね、まあサフ、この後全体サフ吹いてね、行きたいと思います。そうですね、サーフですね。はい、じゃあ一旦止めますね。はい、続きやっていきたいと思います。ね、結局ね、白サーフって僕言ってたと思うんですけどね、悩みに悩んで黒サーフします。はい、ではやっていきたいと思います。黒サーフね、真っ白のね、GTR、あの箱の GTR じゃない、あるじゃないですか、箱に写真載ってるやつね。あのまんま作ったらいいかなって思ったんですけどね。思ったんですけども、途中で、途中で言うか、土壇場でね、どんでん返し。はい。これ何やろう。まあいいか。途中でどんでん返しね。土壇場でね。いいじゃないかと。ね。思ったんですけどね。もう完全無口になってますよね。はい。まだ悩んでるんでしょうかね。心の中はね、決まってないのかな。
コムちゃん出てきますね。あ、コムちゃんね、まだコムちゃんの説明せなきませんかね。僕が黙り込んでしまうとね、コムちゃんが代わりにナレーションとして喋ってくれるんですけどね。多分まあ出てこないと思いますけど、元気に喋っていきたいと思います、コムさんが。別に落ち込んでるわけじゃないですよ。悩んでるというかね、悩んでるわけでもないんですけどね。はい。こんな感じ。黒でかっこいいじゃないですかね。もう黒のままでええか。つや消しの黒っていいじゃないですかね。これでもええかなと思い始めましたわ。ここね。さすがにあれやな、エアブラシは左を使わんか。僕左もいけるんですけどね、道具使ったりするのね。あのエアブラシちょっと無理みたいですね。やっぱり慣れないんですかね。右利き手でやるのもちょっとね、あのエアブラシで始めちょっとねおぼつかない感じするときあるじゃないですか。なのでですね、右手でやればええだけの話ですよね。はい、こんな感じ。ちょっと考えすぎて疲れちゃったのかもしれませんね。カメラ全然塗装シーン向いてなかったですね。はい、全然映ってないね。黙ってシュ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 言ってただけですね今の。映ってたんだろうか。これねボディね黒く塗る、全然映ってなかったんじゃないですかね。こうシュ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 ってやってる間ね、笑い事じゃないですよね。ちょっと悩みすぎたんですかね。そうなんね、皆さんねすごいんですよね。すごいです、はっきり言うてね、すごいです。はい、でね、まあ、だからといってね力んでるわけじゃないんですが、普通のもん作っててもね、まあいいんですけどね。僕は僕のあの何て言うんですかね、コレクションとして作ってるんで、白いね GTR でいいんですけども、どうせやるならね、ちょっと変わったのやろうかなと。いや変わってないですよ。あの普通のもう今になったら普通ですよね。もう皆さんだいぶやってますもんね。相当ね変わったやつやってるので。僕がやるやつはね、もうほとんど普通です。はい、あんまり期待しないでくださいね。あ、こんな言うてんのかな、こんな言うてね、見ていただけなくなったらね、寂しいですよね。かと言うてね、期待ばっかりさせてね、ハードル上がってね、いざ出来上がったら、なんじゃこらっていうのはね、辛いですからね。だいたい勘のええ人っていうかね、勘のええ人じゃなくてもね、この時点で黒サフェ振ったということはね、
大体何を考えているのかっていうのはピンとねお察しになるんではないかと思うんですけどね。処理せなきませんね。はい、というわけで今回はね、フロントバンパーの、取り付け調整と、黒サフになりました。白サフじゃなくて黒サフになりました。はい、ではまたね続きまた次回やっていこうと思うのでまた見てください。では今回はこれでさよなら。あ、ボディの塗装ね映ってなかったと思いますけどもごめんなさい。Yeah.